看板犬岩手の手作り晩ご飯。1日目、馬肉のクリーム煮にローストベニソン添え。新鮮な馬肉ミンチと馬肉のクリーム煮を合わせてローストベニソンをトッピング。最後にオメガ3オイルをかけて出来上がり。2日目、胸キモミンチと鶏ガラスープの鶏の美味しさ満喫ご飯。胸キモ入りミンチに栄養満点パウダーをかけてよく混ぜて、お芋とかぼちゃミックスをトッピング。風味豊かな鶏ガラスープをかけて、フリーズドライの豆腐、オメガ3オイルをかけて出来上がり。3日目、胸キモミンチと2色テリーヌ毎日野菜の彩りご飯。胸キモ入りミンチに酵素パワー元気をかけて、そぼろ状にした鹿肉とサーモンの2色のテリーヌ、お芋とかぼちゃミックスをトッピング。オメガ3オイルをかけて出来上がり。愛犬の毎日に美味しいと喜びを。ドッグ&キャットキッチン、ハウンドカム食堂。